九ず川は、日本の福井県冷北地方を流れる一級河川。九ず川水系の本流。流域面積2930平方キロメートルは、福井県の面積の約70%にあたり、県のシンボルの一つとされている。福井県大野市東市府の岐阜県との県境にある、油坂峠付近に源を発し、 九ずダムを経て、岐阜県郡城市から流れる糸城川を合わせる。大野盆地、勝山盆地を北西に進み、福井平野にて日野川を合わせ北新、堺市で日本海に注ぐ。なお、流域の岐阜県部分は、すべて1958年に福井県から分割編入となった区域である。諸説があり、定かではない。九ず川は、 急峻な地形の上に、上流の奥越地域は、タウ地帯であること、また中流部の明家地区から、洗浄地となり、放射状に、流れが変遷していたことから、有史以来反乱を繰り返し、崩れ川と呼ばれるほどであった。その一方、有数の国草地帯でもあり、古代より治水、利水のための開発が繰り返し行われてきた。古代には、 福井平野は大きな湖であり、洪水のたびに水害が起きていた。5世紀から6世紀にかけて、越前を支配していた王は、く流川河口を広くして、湖の水を海に出やすくしたと言われている。慶大天皇が、く流川治水の先駆者であると現在でも伝えられている。奈良時代に入ると、東大寺領の根伝が、数多く開墾され、 利水のための用水路整備が始まった。766年の溝江における用水が、九流川の利水の端緒と言われている。下る平安時代末期の方言年間、越前国総追武士、藤原国貞は、くずり川流域の考えを図るため明家地区より、用水路を掘作、取水した。これが十合用水である。鎌倉時代以降は十合用水を中心とした。 利水開発が主体となった。1515 15年、越前守護、朝倉高影は十五用水の支配に乗り出し、運用に関する詳細な規定を定めた。その後朝倉氏を滅ぼした、織田信長は、北陸総司令官として、柴田勝家を越前に封じたが、勝家は、十五用水上場を1578年に、制定。さらなる運用規定を定めた。 一方、治水に関して手つかずに近い状況であった。関ヶ原の戦いの先行により、越前北野省十八万国の大使となった、結城秀康は、重心を要所に配置し、かがまえたの抑えとなった。秀康は、北野省を福井と改め、福井藩の藩祖となるが、藩生確率のための領内整備を行った。特に治水、離水においては、過労、 本田富トの功績が大きい。不正は、家康の重臣、本田茂シゲの養子で、秀デ付きの過労となった人物である。彼は、福井城外堀への陰水と浄化の浄水道、考えを目的に九ずり川から日野川まで、柴原用水を改作、日野川筋にも関ヶ原用水を改作して、神殿開発を促進した。また、九ずり川本川に、 玄格亭、日野川に中野亭を建設して、中世には放置同然であった治水にも力を注いだ。この高老の一人、今村森次は十五用水の公正な排水関連を制定し、以後この関連に従って十五用水の水利権は履行された。これ以降も洪水を起こす崩流川の治水は反省として続き、1796年には、 木不林中が造成された。幕末、松平吉長は、混乱期の中においても、九ず川の治水計画を策定し、1869年より、大規模な、引き包みに着手したが1871年の、廃藩地検によって、計画は頓挫した。明治に入り、内務省は親とい外国人による、河川改修を木曽川や淀川など全国で実施した。 その中心となったのが、G.A.S. セルとヨハニス・デレー家であるが、彼らは、崩流川流域でも治水工事を、指導監督した。具体的には、沈照校、護岸校の設置、土砂堆積が問題だった、三国港改修のための特定整備と、崩流川導流堤の建設である。その後も1900年にアスワ川放水路、改作事業が開始されるなど、 治水事業は継続されたが、1906年の大水害を契機に、国策での河川整備の要望が高まった。く流川は1908年に内務省直轄河川事業に指定されたが、春江堤防、東藤島堤防築堤,防築堤防等の、明治の大改修事業の完成までには、杉田定一の尽力によるところが大きい。一方、 絹織物産業などの食産工業の発達により、電力需要も増大し、急流で水量の豊富なくず川は、水力発電の適地として、次第に、電源開発が行われていった。1899年、京都電灯が、阿ス和川に、水路式発電所である、宿布の水力発電所を建設したのが始まりであるが、1909年越前、電気は、 同じ安和川に持ち越し水力発電所を建設した。これにより絹織物業の力織機通り期限の確保や1914年に営業運転を開始した京福電気鉄道への電力供給が可能となった。電源開発は、九ず川本川にも波及し、1919年から1923年に、 かけては最小限外1、第2発電所が建設され、くずり川水系における大規模電源開発の行使となった。戦後に入ると、食料増産のための施策として、農林省は1948年より、国営くずり川農業利水事業に着手した。15用水と、芝原用水の安定した水供給を図るために、明確先に、 名家園庭を1954年建設した。当時は固定席であったが1964年に国営九頭流川第二農業水利事業が着手されるに及び、1966年に名家園庭は稼働席へと改造された。しかし、老朽化の進行や水需要の再分配、大野市の上水道需要の増大等から席の改良が必要となり、 1989年より、建設省によって、メーカー園庭再開発事業、屑流川メーカー大井の建設が開始された。席は2003年に完成し、灌溉の他に、洪水調節、不特定理水、浄水道を目的とした多目的ダムとなった。1948年6月28日、福井市を震度7級の激震が襲った。 この福井地震により、市街地は壊滅的被害を受けたが、それに追い打ちをかけるように同年7月25日には、集中豪雨により、上石日村砂岩の堤防が決壊。福井市内は冠水して、再起不能寸前に陥った。当時の福井市長、熊谷田三郎が、福井市内の浸水被害から河川への排水を、重要視、建設省などに、 治水のための予算配分などを要望した。結果、福井市内などに排水機場や排水紐などの整備が進行、また明日は川放水路の改良工事などの大改修を行った。この熊谷による治水事業は杉田天一の明治の大改修に被験するものとして昭和の大改修と呼ばれた。この改修事業で福井市は災害から復興を始めることができた。 また、く流川は、明家地点で分流しそれぞれ、氷川、裏川と呼ばれたが、洪水調節と、農地開墾のために表川を本川として、裏川を締め切ることになり、1968年に、締め切り工事は完成し、流路は一本化された。く流川の電源開発は戦後北陸電力や、電源開発によって上流部に発電用ダムの、 建設計画が進められた。一方、1959年の伊勢湾台風や1961年の第二室戸台風による水害を契機に建設省も、九ず川水系の総合開発計画を策定した。すでに、福井県によって1951年より真ナ川、総合開発事業が始まり、佐藤川ダムや雲川ダムが建設されていたが、 くずり川本川上流部に大規模な多目的ダムの建設を起こしとしたくずり川総合開発事業が1961年より着手された。これにより、水系最大のダムであるくずりダムが建設され、発電施設として、用水発電である長野発電所や、和紙ダム、仏源ダム、ヤンバルダム、糸白ダムが相次いで建設された。 だが1965年明治以後では最悪の水害奥越豪雨が流域を襲った。この時には上流で3日間で1044ミ、mm、リメートルの猛烈な豪雨が降り注ぎ、佐藤川ダムは包みいただき全体から腰水し、決壊の危機に襲われ、下流の西谷村中島地区は壊滅的な被害を受け集団移転の大きめにあった。 さらに、く流川でも勝山市内で堤防が決壊。住宅5棟、工場1棟が流出、住宅3棟が半壊した。こうしたことから建設省は、く流川水系工事実施基本計画を1968年に改定。この中で、さらなる洪水調節を図るため、真名川ダムの建設に着手、1978年に完成した。 支流においても福井県によって日野川、総合開発事業、武田川総合開発事業などが実施され、高野ダム、増谷ダム、竜河、美ダム、永平寺ダム、浄土寺川ダムなどが完成。現在、吉野瀬川ダムが建設中である。だが、1990年代の公共事業見直しの風潮は、く流竜川水系にも及んだ。その最大の焦点となったのが、 アスワ川ダムである。1983年より、福井県より、事業継承した、建設省が、アスワ川本川に計画した、高さ80メートルの重力式、コンクリートダムであるアスワ川ダムは、水没世帯数188個に、及び激しい反対運動が巻き起こった。本体着工がなされぬままに、百九十七年、建設省の諮問機関である、 クズ川流域委員会、アスワ川ダム建設事業審査委員会が、現行でのダム建設は認められないという答申を出したため建設は凍結された。その後建設省は、福井市等の流域自治体に代替案を提示し、判断を求めた。その賛否両論が渦巻くさなかの2004年7月、平成16年7月福井豪雨が発生した。 この豪雨により、アスワ川流域に記録的な水害が発生、福井市内で堤防が決壊し、福井市街中心部が浸水したのをはじめアスワ、川流域を中心に、死者5人、浸水個数14,172個と、甚大な被害となり、激甚災害に指定された。その一方で、アス川より総雨量の多かったはずの新、長尾流域では、 マナ川ダムの洪水調節により、下流の大野市では被害がなかった。この事実と水害の被害の無ごたる様は、福井市など流域自治体の行政のみならず、被災住民にも大きな衝撃を与え、ダムによる抜本的治水対策が要望をされることとなった。これを受け国土交通省は、アスワ川支流の辺コ川に高さ96.0メートルの重力式、 コンクリートダムを建設することで、旧ダム案と同様の洪水調節能力と住民の犠牲があらゆる代替案よりも軽微になることから、2006年より、平常時は貯水しない地水専用ダムとして、アスワ川ダム建設事業は再開された。一旦は計画凍結されたダムが復活することは、極めて異例であるが、住民のニーズに応えた形で、公共事業が再評価された。 モデルケースであり、関連的な反対論を排除した客観的検討によって関係者が議論した方法であると言われている。その一方で、日本共産党や全国の公共事業に対し厳しい監視を行っている国土問題研究会は、アスワガーダム建設には反対し、従来通りの堤防などによる治水対策を訴えている。ただし、 現在のところ流域市町村や豪雨被災住民、そして等の水没予定地域に住む住民はダム建設に賛成の意思を示しておりダム反対派は不利な状況下にある。今後は水没地域住民への保障の充実性や地域振興への国土交通省の対応が焦点となっている。く流り川水系で残存する最初の河川施設は 方言年間に藤原国貞が開作した十五用水である。この用水は後に代々の栄治前支配者により管理される重要な施設となった。灌溉施設は戦後用水の水源である明華二明華園庭が1954年に建設されることで近代化した。水力発電は1899年に京都電灯が アスワ川に発電所を建設したのが始まりで、戦後には大規模な水力発電計画が、北陸電力や電源開発により進められるが、水利圏の問題で紛糾した。建設省は、朝廷に乗り出す一方、伊勢湾台風による水害を機に崩れる川の総合開発に乗り出し、ここに治水と電源開発が一体となった、奥越総合開発計画が動き出す。 1965年の奥腰豪雨によって、未曾有の災害を受け、計画は修正されて現在、くずり川はダム、席が一体化した管理を行っている。くずり川メーカー大安和川投資校、八乙女投資校、王職欄は建設中もしくは計画中のダム。三国協定上は、開設時の1953年から1968年まで、 くずり川の川口部にほど近い河川敷地内地に所在し、協定レースを実施していた。1966年のくずり川一級、河川昇格に伴い建設省より移転通達が出されたことで、1968年に三国町、池上とあわら町船津にまたがる現在地へと移転した。そもそも当時の三国町が協定事業を始めるきっかけになったのも、 く流り川から流れ出る土砂で河口に位置する三国港が、埋息されるため、その浚渫事業の費用を召喚するためのものであった。このく流川川口時代の協定上は、全国でも数少ない河川水面の協定上であったが、く流の三角波と言われる、特有の波が発生する、全国屈指の高難度の競争水面として名高く、選手も恐れる、 協定上として知られていた。ありがとうございます。